はい、始まりました。本日なんですけど、先日無印良品さんに行ってきました。良品さん行ってきました。下の名前で呼ぶな、すいません。無印良品さんでいろいろ買ってきましたので、今日は紹介していきたいと思います。皆さんも無印良品好きですよね。皆さんが使っているものも登場するかもしれません。新しい発見もあると思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツ無印良品 GOGOGO、 どうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。ミニマリスト男が無印良品で買ってきたもの、まずはじめはこちら。はい、こちら。はい、無印良品さんの食べるスープです。食べるスープ買ってきました。いつも行くたびに買ってる豚汁と5種野菜の味噌パイタンスープ、それからミブナと鶏肉の卵スープです。いつも定番で食べているものと、今回は食べたことないものも買ってきました。早速お見せしますね。ミブナと鶏肉の卵スープいただきたいと思います。なんかとても綺麗ですね。いただきます。うん、美味しい。ミブナがシャキシャキっとしてて、鶏の旨味がすごく効いてて美味しいです。これは新しい発見。はい、次5種野菜の味噌パイタンスープいただきたいと思います。ものすごくいろいろな具材が入ってます。いただきます。うん、すっごい具沢山で生姜が効いてて美味しいです。味噌パイタンスープということで、ただの味噌汁とはわけが違いますね。なんかすごく味に深みを感じます。5種類の野菜が入っているので、野菜の旨味も出ているんでしょうね。どちらも初めて食べましたけど、両方とも特徴があってとても美味しかったです。具沢山でまさに食べるスープといった感じです。皆さんもぜひどうぞ。はい、まずは食べるスープ。皆さんは買ったりしていますか？僕は無印良品に行った時には必ず何か買いますね。野菜が取れて具沢山なものが多いんでね。無印良品さんに置いてあるものは全てにおいて素材にこだわっているなという感じがするので、食品にもそれが現れているなと思いましたね。皆さんもお気に入りを発見してみてください。はい、どんどん行きますよ。次はこれ。はい、こちら。はい、こちら無印良品の高タンパクのお菓子です。三大栄養素の一つのタンパク質を間食で補っていこう、高タンパクのお菓子を買ってきました。今回は大豆チップとビスケットを購入してきました。両方ともとっても美味しそうです。他にはチョコバーもありましたね。はい、早速こちら開けていきます。はい、はい、こちらこんな感じの見た目をしています。なんか両方とも特徴的ですね。こちらの大豆チップからいただきたいと思います。うま味醤油、うま味醤油。はい、食べてみます。うん、うん、歯ごたえ抜群。最後に大豆の香りがふわっと香るし、この醤油の味付けがとても美味しいです。これはとっても美味しくタンパク質を摂取できますね。また新たな発見です。はい、こちらのビスケット、黒糖きなこ味です。皆さん、形もちょっと変わってますね。早速食べてみたいと思います。うん、うん、こちらも歯ごたえ抜群。黒糖ときな粉で甘すぎない優しい味に仕上がっています。これはみんな好きそう。高タンパクのお菓子って少し前から発見していたんですけどね、やっぱり美味しかったです。ぜひ皆さんも次行った時に買ってみてください。はい、高タンパクのお菓子のシリーズでした。皆さん知っていましたか？タンパク質っていうのは人間の体を構成している大事な栄養素なので、本当に必要なものなんですけど、普段の食生活でも取れるには取れるんですけど、やっぱりタンパク質ってのは不足しがちな栄養素なので、タンパク質を積極的に取ろう。そうやって少し意識することで不足しがちなタンパク質を補っていけるんですけど、そんな時に無印良品さんの高タンパクのお菓子という感触でそれを補っていける。ありがてーよ。タンパク質は筋肉だって作ってくれる。髪、お肌、爪などなど本当に大事な栄養素なので、こういうところに目を向けている良品さんって本当にすごいですよね。下の名前で呼ぶな、ぬれぬれしいズン。すいません。今日ご紹介した大豆チップもビスケットもね、とても美味しかったので、ぜひ食べてみてください。はい、どんどん行くよ。次はこちら。は
はい、続いてこちら。はい、無印良品さんでボクサーパンツを購入してきました。あと靴下はこの足なり直角のスニーカーインソックスを使っているんですけど、僕の場合は無理のないぐらいの少ない量で、ダメになったら買い替える、いつも状態のいいものを使っていくようにしています。こちらすごく履きやすいので買ってきました。つま先が補強されていたりとか、汗の匂いなんかも抑制してくれますからね。はい、それからボクサーパンツ、ボクサーパンツもこの黒の無印良品のもので統一しようと思って、ちょっと今回挑戦なんですけど、統一するのがつまらないなと感じたら次は違うものを購入しますけど、ちょっと挑戦してみたいと思います。触った感じサラサラしててとてもいいですね。結構伸びますね。やっぱり素材にこだわってるからいいですね。はい、触ってみた感じとか、今履いてみた感じ、履いてんのかい、パンツ一丁、履いてみた感じ、ウエストのゴムに締め付け感が少ないですね。なんかさらっと履けて気持ちいいです。なんか涼しいしね。ズボン履けん、わかんないでしょ、なんかごめん。無印良品の服や下着、靴下もね、やはり無印良品さんの特徴である素材にこだわっている、肌に触れるものですから僕も気になるんですけど、それ以上に無印良品さんの方が気にしてくれているなと思いましたね。もうすでに第一印象はバッチリなんですけど、これから買い替えはしていきますけど、長く使っていける商品だと嬉しいですね。無印良品の衣料品、良品の衣料品、なんかやだ、良品って入ってると商品とか使いにくいからぐっちゃぐちゃ、悪口か、そんなことないよ。ぜひ次に行った時に靴下とかね、服とかちょっと触ってみると素材の良さが感じられて購入したくなるかもしれません。あんまりベタベタ触るのも良くないかな、時代的に。ぜひ服なども注目してみてください。はい、どんどん行きますよ。次はこれ。はい、続いてこちら。はい、こちら三徳包丁を購入してきました。小さいサイズのものを購入してきました。オールステンレスです。輝いてますね。僕は無印良品のステンレスのカトラリーで揃えているので、いい感じだよね、こうやって並べるとね、統一感があります。早速切れ味を試してみましょう。いいですね。以前使っていたものよりだいぶ切りやすくなりました。持ち手が結構太くてしっかりしているので、とても握りやすいですね。手の小さい方だとどう感じるかはわかりませんが、僕的にはとても握りやすいです。美味しいかな？わんぱくか？はい、じゃあキャベツもちょっと切っていきますね。おお！ザクザク切れました。これで塩だれキャベツでも作るか。うん。味がない。わんぱくくん。はい、無印良品のオールステンレスの三徳包丁を購入してきました。コンパクトで見た目もシンプルで、同じ無印良品で買ったステンレスのカトラリーとも相性が良さそうです。やっぱ統一感っていいよね。しかも継ぎ目がない一体構造なので汚れが溜まりにくいんですよ。一体構造って何？汚れが溜まりにくいって何？もうしょうがないな、こういうこと。この部分も滑らかになっているので、汚れなどが全然たまらないようです。見た目もかっこいいのに機能面もいい。そういうこと。前に僕が使っていた包丁より切れ味が良くて、いい買い替えでした。オールステンレスだと見た目的に怖くないですか？なんか危なそうですよ。絵がプラスチックでも一緒。危ないは危ないよ。カトラリーとの統一感はさっき気づきました。後付けミニマリスト。なんだそれ。ごめんね。無印良品には食器などキッチンで使うものもたくさん売っているんですけど、はい、こちら。こちら、落ち綿布巾。とてもシンプルな布巾なんですけど、前回無印良品の購入品を紹介した時に、実は購入していたんですけど、ぶっちゃけちょっとな、なんか失敗しちゃったかな。そうやって思っていたんですけど、ぶっちゃけね。だけど、使っていけば使っていくほど、すごくいい。見た目的にははっきり言って何の変哲もないし、特に特徴がないんですけど、使っていけば使っていくほど好きになっちゃいました。お皿の拭き上げにもちょうどいいし、逆に見た目がちょっとな、そんなことを思っていたから、なんかさっささっさ使えるんですよね。雑に使えるっていうの？言い方ひどいぞーん。ちょっと言い方は間違ってるかもしれませんが、布巾としてはとても優秀だと思いました。使っている方いますか？落ち綿布巾もおすすめです。口のところに色がついているものもあるんでね、よかったら購入してみてください。無印良品のキッチン用品もおすすめです。見てみてくださいね。ほーい、来た！
はい、今日もこの時間がやってきてしまいました。ミニマリストが無印良品に行ってきて購入してきて皆さんにご紹介する商品もあと一つとなりました。正確に言うと2つ。ドゥースは、早速発表に移ります。は、最後に紹介するのはこちら。はい、最後いきますよ、こちら。あれ、杉永さん置いてないですよ。あ、本当だ、置き忘れちゃった。いや、置いてあるよ。透明で見えなかった。はい、こちら重なるアクリルボックスと、このアクリルボックスにぴったりはまるティッシュペーパー用の蓋です。はい、こちらです。こちらの透明なボックスを使ってティッシュペーパーの箱を作りたいと思います。こういうセットが売っているんです。このアクリルボックスは同じサイズのものだったら重ねることができるし、いろいろアレンジが効くんです。蓋もキッチンペーパー用のものとかもあって、いろんな変化が加えられるんです。僕はティッシュはこちら、鼻セレブを使っているんですけど、可愛いんだけど、ザ・ティッシュ、こちらに詰め替えていきたいと思います。はい、出しちゃいました、鼻セレブの中身です。はい、こちらを入れます。はいはい、そしてこれをポン、そしてシュッ。はい、こんな感じでーす。まあ、この見た目が生活感がないかと言われると、まあ、なんとも言えないところかもしれませんが、残りもわかりやすいしね。こちら重なるアクリルボックスとティッシュペーパー用の蓋を使ってティッシュケースを作りました。アクリルボックスは蓋と組み合わせたり、間仕切りなども売っているから、いろいろなものを収納できますよね。アクセサリーなどを綺麗に並べるものも出ているし、透明なので見せる収納として使ってもいいですよね。何かを飾るにしても埃がつきにくかったりしますしね。ありがてーよ。きっと皆さんにも合った使い方があると思うので、ぜひチェックしてみてください。なんかこれだけでもテンション上がる。ありがとう、良品さん。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日は無印良品で購入してきた商品を紹介していきました。今日は食品やキッチン用品や下着、それからアクリルボックス、無印良品に置いてあるものは素材にこだわっているし、汚れにくいなど手入れも考えられているし、組み合わせができたり便利だし、とにかく使う人のことを考えているなと思いました。また好きになっちゃいました。皆さんも次に無印良品に行った際は、今日ご紹介したものを見てみてください。無印良品のおすすめがあったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。助かっちゃいます。はい、今日の動画が参考になったよ、私も使っているものあったよと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。これからも僕の動画見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。そろそろズボンを履きたいと思います。まだパンツだったんかい。すいません、嫌いにならないで。また会いましょう。バイバーイ、良品さん。